じゃない、そんなんじゃすぐバレるって。設定からしてよくわかりませんし。ご本、お久しぶりです兄様。お元気そうで安心いたしました。あら、それが制服？かわいいじゃない、孫にも衣装って感じで。ショコラちゃんもバニラちゃんも元気そうでよかった。心配したんだよ。ねえ歌唱、お前なかなかやるじゃねえか。はっ、いい香り。やっぱり猫舌にはぬるめよね。お茶受けに何かちょうだい。はい、あ、こちら焼きたてのアップルパイになります。にゃ、そうそう、やっぱり猫舌には焼きたてよね。てあつい。なんであんたは平気なのよ。姉ちゃんが猫舌すぎるだけだと思うけど。和菓子屋の厨房で夜遅くにね。ま、猫として鈴くらい持ってないとね。小豆もココナッツも本当に飽きないわね。毎日毎日。ああ、もう暴れるなら埃が立つから外でやってよね。外。やがって。ああ、いやあ、私は夜行性とか嫁とかそういう本能に流されない猫だって言ってんでしょ、このバカニャが。ふしゃー、魔法少女みたいな格好してるくせに私のことバカにして。ノリで言ってるだけでしょ。基本はロシア文字で出る口ね。これ覚えとくと結構使えるから。すっごー、メイプルちゃん顔文字マスターだよ、かっこいい。ショコラは本当にいいリアクションするわね。じゃあ次は使えるスタンプを教えてあげるわ。ま、困った時はだいたい110に電話すれば大丈夫らしいわよ。ちなみに命が危ないっぽい時は119ね。これだけ覚えとけば大丈夫。姉ちゃん、スマホが明日は雨だって言ってる。ジメジメするって。しぐれ様と歌唱様の命とあらば。しょうがないわね。しぐれがお小遣い出してくれるんでしょ。全員鈴持ちの即戦力です。文句はありませんね。兄様、いらっしゃいませ。ないでしょ。おはよう。おはようございます。おはようございます。ショコラ、バニラ。私がいなかったらどうなっていたか。そうだね、メイちゃんのおかげだったよ。自由にやれや。いちいちうるせえこと言うやつもいるけどな。はあ、なんでそこで私のこと見るわけ。勝手に私のシャンプー使うのとか、そのタオル私のとか、うるせえこと言うだろ。それは何と言ってもあんたが分かんないからでしょ。すまん、できるだけ気をつける。うん、朝飯できたから運んでくれ。さあさあ、まずは朝ごはんにしましょう。いただきます。じゃあ朝ごはん美味しいよね。じゃないわね、米粒飛ばさないで食べなさいよ。あ、シナモン、醤油取って。醤油、めいちゃんの前に置いてありますよ。二人ともお箸使って。負けない。子猫なんだから謝らなくていいって言ってるだろ。ショコラもバニラも子猫らしいですね。兄様の添い寝で安心して気が緩んだんでしょうね。それなら逆にいいんだけどな。おお、なんだか久しぶりの絵面だな。ブルメイのやつがなかなかウデション止まんなかったの思い出すわ。いつの話してんのよ。やめてよその昔の話。ココナッツだって未だにおねしょしてる。小さい頃には誰にだってあることですよ。そういやしぐれ。うわロイヤルウェッジのティーセットなんて贅沢。あずきは、うん、後で歌唱としぐれに礼言わねえと。でもいいぜ。メリークリスマス。うん、美味しい。見て見て、メイちゃん、カショウさんのケーキすっごいよ。毎日こんな料理作ってたらカショウが死ぬでしょうが。ま、その気持ちはわからないでもないけど。
俺の方こそうちに来てくれてありがとうな。来年もまたみんなでパーティーしような。来年は食べ過ぎに注意しなきゃね。やだ、私めいちゃんの半分も食べてないよ。